四方メットとは、あまり知られていない、幻覚剤である。シロシンの構造的また機能的アナログであり、同様に、メットの四ヒドロキシのアナログである。四方メットは、アレクサンダーシュルギンが合成した。彼の著書、チカルでは、その容量は10から2 0ラムである。四方メットは、シロシンの作用のように、色、音、形に歪みを生じさせる。 4方メットの薬理学的特性、代謝、毒性についてのデータはほとんどない。死亡は報告されていないが、150mg までの服用が報告されている。これは有効量よりも一桁多い使用レポートでは、シロシンに似ており、賛同、目を閉じた時、開けた時の視覚、多効感、時間の歪み、思考過程の変化が挙げられている。 通常の近くに近い白紙瓶のような波状のパターンが生じ、また急速に高い効果となる。効果は4から6時間ほど続く。リクスダーゲンにより2012年5月にスケジュール I に追加された。4方メットはトリプタミンキャッチオール条項によりクラス A 薬物である。ありがとうございます。